こんにちは、スタリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人に似合うボディーバッグ5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の動画の視聴者の方の中でも、休日はボディーバッグを持っている方、結構少なくないかなと思うんですね。街でいろんな30代から40代、まあ、50代の男性を見てみると、やっぱりバッグの割合としては、トートバッグとかも持っている方はいらっしゃるんですが、その中でもボディーバッグ税がですね、非常に強いわけなんですね。まあ、やっぱりですね、ボディーバッグの良さというのは、 両手が空くところにあるかなと思うんですね。まあ、休日になるべく手ぶらに近い状態で出歩きたい。だけどもちょっとしたお財布だとか、スマホだとか、まあちっちゃい本なんかも持ち運びたい方には、ボディーバッグってすごく便利かなと思うんですね。ですので皆さんもよく使ってるかなと思うんですが、ここで一つ問題があって、結構ボディーバッグだとか、ショルダーバッグイコールダサいというイメージをですね、持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですね。これなぜなのかというと、ボディーバッグを使う方々っていうのは、 割とですね、おしゃれに持ちたいというよりは、機能性を重視して選ぶことが多かったりするので、その結果、あんまりかっこよくないショルダーバッグだとか、ボディーバッグを持っている方が少なくないんですね。例えばこちらのイラストのような、ちょっとこう、ゴテゴテとした色使いだとか、デザインのものとか、機能性に振ったようなものを持っていると、やっぱりですね、着こなしの中に馴染まなくて、子供っぽく見えたりだとか、いわゆるこう、おじさんっぽい感じの着こなしになってしまうので、その結果、ボディーバッグイコール、あんまりかっこよくない、ダサいというイメージも あるのかなと思います。これはどのアイテムもそうなんですが、どのようなものを選ぶかによって、おしゃれに見えるのか、ダサく見えるのかっていうのは、大きく違いが出てくるわけなんですね。ですので、ボディーバッグそのものに罪があるわけではなくて、どのようなデザインのものを選び、どう使うのかによって、見え方が変わってくるので、その点は安心していただきたいなと思っています、まあ。特にお子さんが小さいパパ世代だとか、できれば荷物を少なくしたいですね、手ブラシコの方には、ボディーバッグってすごく重要なアイテムかなと思うので、今回はダサく見えないよ、 ような大人向けのボディバッグを皆さんに厳選してですねお勧めしたいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に大人に見合うですね、ボディーバッグを皆さんに5点ご紹介していきたいなと思ってるんですが、本編に入る前にですね、ショルダーバッグとボディーバッグの違いについて、簡単に触れておきたいなと思います。僕はですね、この2つを混同してしまいがちなんですが、まあ実際にはちょっと違いがあるんですね。まあ、ショルダーバッグというと、皆さんも想像する通り、肩掛けのバッグなんですが、まあ大きさとしてはちょっと大きめで、腰の位置ぐらいに来るような感じで使うようなバッグのことを指してまして、容量も大きいんですね。一方で今回ご紹介するボディーバッグ っていうのはまあ、体のですね中心だとか背中側に持ってきてまあ、なるべく体に沿わせるような形で持つようなバッグのことを指していましてショルダーバッグに比べると容量は割とコンパクトめになっていますし肩紐も,もちょっと短めになってるんですねなのでちょっとした荷物を持ち歩くにはボディバッグの方が適しているかなと思いますそしてこのショルダーバッグとボディバッグだったらどちらの方が大人の男性に似合いやすいかなというと個人的にはショルダーバッグぐらい大きくなってしまうと結構悪目立ちしてしまう可能性があるのでこれぐらい いですね。荷物を入れなくちゃいけないのであればトートバッグを持った方がいいかなと思うんですねトートバッグほどの荷物量はないけどもラフにいくつかの荷物をコンパクトに運びたいっていう場合はやっぱりボディバッグぐらいの方が収まりがいいかなと思うのでこちらの方を僕は推奨したいなと思いますこの辺りを念頭に置きながら早速具体的に一つ目のですねボディバッグを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですがまずはこちらですねスタンダードサプライのファニーパックというものをですね価格は11,000円ということで高すぎず安すぎずというところで今回ご紹介 紹介する5点のの中でも個人的にには一番癖がなななないいようなバッグになっっててくるのかなと思っていま,すまあ、スタンンダードドサプラライというブランド自体が僕は結構好きなんですね、まあ、スポーティーなアイテムが多いんですが、デザイン的に結構ミニマルで一切の無駄のないようなものが多くて、様々な着こなしにスッと馴染みやすいような商品が多いので、僕もですね、普段のスタイリングでもご紹介しますし、ちょっとした小物ケースだとかそういったものでも、僕はスタンダードサプライのもの結構持ってたりするんですね。このブランドが作るボディーバッグも非常に 使いい勝手がが良くててサイイズ感感ととしははコンンパクトすすすすぎずにちゃんんんでででででねねねボリューム感もあるんです、ね、でデザイン自体はミニマルで一切無駄部分がないんです、ね、この辺りもすごく良くて、まあ、NG とされるようなボディバッグ、ショルダーバッグの特徴として、多色使いだったりだとか、まあ、デザイン的にもちょっとゴテゴテと持ってるものが多いんですが、そういった部分があると、こういったバッグの類はすごくですね、チープに見えてしまうので、なるべくシンプルがいいかなと思うんですね。まあ、そういったところをしっかりと押さえながらも、ブランドロゴもですね、コンパクトにしてありますし、まあスタンダード サプライというブランド自体のイメージもですね、ミニマルですごくいいものなので僕はこのロゴが入っているのも嫌じゃないかなと思っています素材に関してはコットンとナイロンのコンになっていましてまあ、軽さと耐久性をしっかりと備えているところも一つのポイントになるんですねで、色合いの乗り方がすごく綺麗で、まあ、一押ししたいのはブラックなんですけども個人的には結構チャコールグレーなんかもいいかなと思います、まあ、ショルダーバッグの王道はブラックなんですが意外とですね、他の色って良いものが見つかりづらいんですねだけどもチャコールグレーはブラックと同様に� だけどどももブララックほど濃すぎずになななおかつ人とのの違いも出せるようなカラーリングなので、結構このの色はおすすすめでできるるようなものにななもにってくるかなと思いますでファスナー部分もですね、YKK のですね、しっかりとしたものを選んでいますので、このあたりにチープさが漂わないということもすごく重要なんですね。ちゃんとこのような細かい部分にも配慮しながら、ミニマルで使いやすいバッグを作っているというところでは、非常に評価できるようなボディバッグになってくるかなと思います。まだまだ街で使っている方もそんなに多くはないので、人と被ることもないというところも含めて、これは かなりおすすめできるボディバッグかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2点目はですね、こちらですね。ビューティーユースのコンパクトバナナショルダーバッグ。価格は12,980円になっています。まあ、こちらタイトルでショルダーバッグって言っちゃっていますが、先ほどの定義からすると、まサイズ的にもコンパクトで、体の中心ぐらいに位置するようなバッグなので、まボディーバッグというジャンルで僕はいいんじゃないのかなと考えています。まあ、先ほどのスタンダードサプライのですね、バッグに比べると、素材使いが上品なので、より大人っぽい雰囲気になるかなと思います。スタンダードサプライに関しては、 30代から40代の方によりフィットするかなと思いますし、まあ、先ほどのスタンダードサプライのものに関しましては、割とですね、スポーティーな素材使いなので、30代から40代前半の方に特にお勧めしたいんですが、こちらのビューティアンドユースに関しましては、40代だとか50代の方にも似合うような、上品さが漂うような、そんな仕上がりになってくるかなと思います。見た目は完全にレザーなんですけども、これですね、合皮なんですね。ですが、最近の合皮は、僕の動画の中でも何度もお伝えしてますが、かなり仕上がりがいいので、 パッとミはちゃんとしたレザーに見えるかなと思います。で、サイズ感もですね、割と大きい感じというよりは、コンパクトで、体のラインに沿うような、ちょっとバナナのような形になってるんですね。割とこのような形状のですね、バッグって、昔からあって、僕もですね、結構普段のスタイリングでお勧めしていた、アニアリーっていうブランドがありまして、そちらのショルダーバッグもこのような形で、すごく使い勝手がいいんですね。で、アニアリーもすごくいいんですが、まあ、価格帯的に合否ということもあって、ビューティーユースのこちらのバッグは、価格が1万3000円、 前後とといいいうこでで買いやすいんですんよねそのあたりも含めてバランスがいいかなと思います。本体のボディに関しては合皮なんですが、ショルダー部分は本側になっているんですね。なので割とですね、混合になっているので、全体的に本側に見える見た目になってくるかなと思います。そんなに量としてはガッツリ入るわけではないんですが、必要最低限の荷物をしっかりと収納できて、なおかつ大人っぽくて、ロング丈のコートだとか、セットアップなんかに合わせてもバランスのいい仕上がりになっているというところでは、これも はですねしっかりと需要があるような商品なのかなと思います、まあ、今期の新作として入ってきて僕もですね発売された時からこれは使いやすいだろうなと思っていたんですが、まあ、今回の企画には非常に合ったアイテムかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんにもご紹介したいなと思いました、えー、色に関しましては3色ありましてブラック、ミディアムグレー、ダークグリーンとありますが個人的には一押しはブラックですね1個持っておけばバッグみたいなものって長く使えるのでよりベーシックなものがいいかなと思うのでブラックの方をですねぜひ皆さん検討していただければ かなと思っています。 はい、続いて3点目はですね、アウトドアブランドのジャンルからも皆さんにですね、おすすめのものをご紹介したいなと思うんですが、今回ですね、ピックアップしたのが、ザ・ノースペースのですね、オリオン3というシリーズですね。価格は7480円ということで、これまでの2つのものよりも、ちょっと価格帯的にも抑えめで、これはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ここでちょっと話が脱線するんですが、アウトドアジャンルのバックとして、僕のチャンネルの中ではこれまでですね、アークテリクスのマンティス2というモデルを結構押してきたんですね。 まあ皆さんも一度動画を見たことがあるかなと思うんですがなぜこれをですね今回押さなかったのかというと最近アークテリクスがどのアイテムもそうなんですが非常に人気で入手困難になってきてるんですねマンティス2ももう見かける機会がほとんどなくなってしまってちょっと今押しづらいようなアイテムになってきてるかなと思いますコンパクトでコロンとしたデザインがすごく可愛いんですがデザインだとかロゴの位置とかもちょこちょことですね変更されるのでまあ、ちょっと今安定しておすすめしづらいかなというところがありまして 今回はアークテリクスではなくて、こちらのオリオン3をご紹介したいなと思っています。こちらはノースペースのですね、数あるボディバッグの中でも、サイズ感もちょうど良くてですね、デザイン自体もすごく洗練されてるので、結構ですね、ファッションにも馴染みがいいかなと思うんですね。形で言うとちょっと台形的な感じになってまして、ジップの位置なんかもすごくバランスがいいですし、あとはノースペースのお馴染みのロゴですね。これに関しても入ってるんですが、本体と色と近いような深めのグレーといいますか、そういった色合いになっているので、 悪目立ちしないんで、すすねねこの辺りりがが個人的ににはさりげなななくてバランンスが非常にいいなと思うポイントなんです、ね、でショルダー部分のパーツなんかもすごくですね、デザインが洗練されていて、細かな部分まで結構ミニマルでかっこいい仕上がりになっているので、数あるノースフェイスのボディバッグの中では、このオリオン3が一番バランスがいいんじゃないのかなと思います。使い勝手の部分でも、先ほどご紹介した2つに比べて、アウトドアブランドということもあって、すごく使い勝手がいいんですね。スマホを入れられるようなスペースがあったりだとか、キークリー チップなんかも付いてたりするので、アウトドアだけではなくて、日常でも使いやすいのはポイントがたくさん散りばめられているので、非常にバランスのいいですね。ショルダーバッグになってくるかなと思います。で、ノースフェイスのロゴなんですが、好きな方とちょっと苦手な方もいらっしゃるかなと思うんですね。ノースフェイスというこう世界観自体が結構好きな方なんかは着こなしの中にワンポイントになるので、すごくいいかなと思うんですが、かえってこのノースフェイスのロゴなんかがない方が良ければ、先ほどご紹介したようなスタンドサプライですね。このあたりの方が人と被ることがないですし、ロゴ自体の知名度。 でもそんなに強くないのでノースフェイスよりは割と気軽に持ちやすいかなと思うのでこの2つをですね比べて検討してみるといいんじゃないのかなと思っています結構3リットルの容量があって荷物もしっかりと入るのでこれ1個あれば結構ラフに色々使えるシーンもあるかなと思うのでノースフェイスのボディバッグの中ではこれは断然ですねバランス面でおいてもかなり優れているかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています はい、続いて4点目のボディバッグなんですが、今度はですね、ショルダーバッグガチ勢の方にですね、ご紹介したいアイテムになっています。どちらかというと、40代から50代の大人世代で、本物志向の方にはこれ響くかなと思うんですが、ご紹介したいのがこちらですね、ペンレモルビダのメイデンボヤージュショルダーバッグですね、価格は36,300円ということで、これまでのものとはちょっと比較にならないぐらいですね、ぐっと価格上がるんですが、これは名作なので、皆さんにご紹介ができればな、 と思っています。これはですね、僕の中では結構馴染み深いアイテムになってまして、普段僕はですね、個人向けのスタイリストとして、いろんな方にですね、アイテムを提案する中で、これは何度も何度もご紹介してきたモデルになるんですね。ボディバッグの中でも最も上品な素材使いで、なおかつデザインがミニマルで洗練されているというところでは、これですね、結構一択に近いぐらいですね、非常に使いやすいアイテムになってるんですね。まあ、ペンモルビだというと、いうやっぱり星葉さんんのイイメージがが強でですすすデザイン自体ですね、すごく上品 でででででで使使いいいいやすすすすもももののののがが多いんですねねねそししててて素材使いです、ね、ここが何と言っっっ上品で大人の男性にには非常くくりるるを作僕はですね、ボルミダ結構ですね、これまでお客さんにもご提案してきました。まあデザインで言うとちょっと曲線的な雰囲気になってまして、女性にも好印象なかなり上品な仕上がりになってるかなと思います。無駄な装飾はなくて、レザーの質感の良さですね、ここで勝負してるというところもすごく僕は好感が持てるかなと思ってまして、柔らかいシュリンクレザーを使ってまして、脂肪 も含めて上品な雰囲気は漂うんですねまあ、国産の革ということでこのあたりもやっぱりモルビダらしいですね素材図鑑の美しさというところが存分に楽しめるかなと思いますでカラー展開も豊富なんですが個人的にお勧めしたいのはやっぱりブラックかネイビーですねベーシックな色合いでありながらもネイビーであれば少しですね柔らかい雰囲気も漂うので大人の男性にもおすすめできるかなと思いますしブラックはもう鉄板で間違いのない選択肢かなと思うのでこの2つで比較してみるといいんじゃないのかなと思いますまあ先ほどですねビューティー ビューティアンドユースのバナナ型のですね、ショルダーバッグをご紹介しましたが、まあそちらと系統的にはかなり近いかなと思うんですね。なるべく手軽にゲットしたいのであれば、ビューティアンドユースがおすすめですが、素材感も含めて大人っぽく上品に、しかも長く使いたいのであれば、結構ペレモルミダは間違いのない選択肢かなと思いますし、この形って毎回こうデザインが変わってくっていうものではなくて、まあ定番的な位置づけになっているので、まあしばらく持っても時代遅れになったりすることはまずないかなと思うので、まあおすすめしやすいバッグかなと思います。 だけで見ると安くはないかなと思うんですね。先ほどのまでのバッグに比べるとぐんと値段が上がるんですが、これそれでも国産の上質なレザーを使ったこの贅沢なバッグで36,300円というのは決して高いという感じはしないので、ぜ、ま、ひ、あ、本物志向の男性であればこちらもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、コスパ部門でナンバーワンだなと思うものをご紹介したいなと思います。まあ皆さんもご存知だと思いますし、僕のチャンネルでもですね、以前ご紹介しました。こちらですね、GU のリアルレザーボディバッグ。価格は3990円になっています。もう価格を言いながら笑ってしまったんですが、これ、リアルレザーなんですけども、なんと4000円以下で買えるということで、まあコスパの部分でも最強だし、コスパ最強っていうと、まあ品質だとかデザイン面はちょっと大 妥協しなくちゃいけないのかなと思いつつこれ完成度もすごく高いんですよね僕自身も実際に買ったのですごくそれは実感してるんですがレザーの質感で言うとやっぱり1個前のベルデモルビダは最高の雰囲気を持っているんですがそれと比較するとやっぱり違いはあるんですけどもやっぱり合皮と比べるとその違いですね横に並べてみればやっぱり違いはわかるかなと思いますただまあ遠目で見るとビューティアンドユースのフェイクレーザーと比べてもまあそこまで明確な違い はかからないかなないと思うんででですすがレザー特有の上品で自然な艶感ですねこの辺りは感じ取っていただけるかなと思いますし、やっぱり経年変化ですよね。リアルレザーの方が使っていくたびに少しずつですね、味わい深いところも出てくるので、その辺りは合皮にはないような魅力があるんじゃないのかなと思っています。まあ、デザインに関しては台形型のですね、すごくミニマルなデザインになってまして、一切の無駄がないんですね。ジップに関してもチープな感じは全くしないので、この辺りのディティールもですね、かなりバランスがいいですし、ショルダー部分 の紐ですねこの辺りのツヤ感も結構上品なんですね。なので、どこを取っても結構高見えするようなバッグになってくるかなと思います。実際ですね、このようなミニマルなデザインでオールレザーのものって探しても意外と見つからないんですよ。あったとしても合皮のものが多かったりする中で、しっかりとリアルレザーでこの価格っていうのはちょっと ちょっと立ち打ちできないようなレベル感かなと思うのでこれはですねあらゆる男性にお勧めできるような最強のボディバッグになってくるかなと思っています一つだけ難点があるとしたらやっぱりですね気分の問題ですかね GU の価格帯抑えめのバッグというところでコスパにすごく満足できる方であればすごくいいかなと思うんですが自信持って行きたいっていう方だと値段が安かったりいろんな方が持っている可能性がある GU というところだとちょっと差別化ができないというところで気分が乗らない方もいらっしゃるかなと思う ですねそこ以外で言ったら、またあとはもう完璧な仕上がりなので、これはすごいバッグだなぁと個人的にも思っています。まあ、カラー展開は2色ですね、ブラックとオフホワイトという形になるんですが、これはもう断トツでブラックでいいと思いますね。g の名作のバッグとして、ぜひ皆さんもですね、こちらも検討していただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の男性に合うボディバッグ5000というテーマでお届けをさせていただきました。我ながらバランスの良い,い5点をですね、それぞれ上げることができたんじゃないのかなと思います。まあ、個人的に一番バランスが取れてるなと思ったのが、スタンダードサプライで、大人向けのビューティーユースがあって、それの上位互換バージョンのペルレモルビダがあって、さらにはコスパ最強バージョンの GU があると。そして、スタンダードサプライにはないようなブランドの持つ世界観だとか、あとはですね、完成度の高さ というところも含めると結構ノースフェイスも良かったかなと思うので、まあ、この辺りを抑えておきながらお好みのものを選んでいただければまずボディバッグ選び迷わないんじゃないのかなと思っていますので、まあぜひ皆さんもですね参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で。 詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね。週末にライブ配信をやっていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、動画ではなくて、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を、毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を を書いていますまた参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますのでこちらも気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますちなみに今回からですねちょっとした番外編を最後に付け加えておきたいなと思ってるのでぜひお付き合いいただきたいなと思うんですが今回5点ご紹介しましたが個人的にもう1点ですねこれ現行では手に入らないんですがファッション好きの皆さんにお勧めしたいのがこちらなんですねメゾンマルジェラのボディバッグですねこれはですね僕も普段の スタイリングの中でで何何度も何度ももご紹介してきた名作なんですね今、現行では取り扱いがなくて、メルカリだとか中古でしか見ることができないんですが、これまたですね、スポーティーな素材使いの中にシンプルにですね、マージャラのロゴですね、4点を糸止めしてある特徴的なロゴが入っていて、これがですね、なかなかバランスがいいんですね。今、マージャラではやってないですし、最近マージャラかなり値段が上がってきてしまっているので、まあ、このあたりのショルダーバッグ、まだギリギリですね、中古だとかメルカリ市場ではゲットできるかなと思うので、 よかったらチェックしてみてください。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。